こんにちは、バイバイガールです。この動画では、OpenCV を使う上での画像処理基礎知識について紹介します。この画像処理を学ぶにあたって、画像における画像処理の約束ごとや、OpenCV 独自の約束ごとがあります。ですので、この動画で学べることとして2点を挙げておきます。1点目は、画像処理共通の約束ごとに慣れていただく。2点目は、OpenCV 独自の約束ごとに慣れていただくことです。まず、 画像処理共通の約束ごとについて紹介しますそれは画像処理の座標軸に関係した約束ごとなんですけども座標軸の原点が左上に設定されているということです普段の感覚と異なりますので注意が必要です画像処理では左上に原点を置いて右向き方向に x 軸下向き方向に y 軸を取ります普段の感覚でよくある勘違いとしてあるのが画像の左下を原点として右向きに x 軸 上向きに Y 軸を取ってしまいそうになるのですが、このように考えていると、意図した画素値にアクセスできず、何かおかしいぞ、となってしまいますので、正しい座標軸の取り方に慣れておく必要があります。次に、オープン c v の約束事として、PGR の順番で画素値が格納されているというのが約束事の2つ目です。色の3原色と言われる赤、緑、青は、それぞれの英語の頭文字を取って RGB と略されます。普段使用しているお絵描きソフトなどでは、 このの RGB 値で画素の色を調節ししたりします。一方 OpenCV の画素値は BGR の順で保存されています普段慣れている順番とは異なりますので注意が必要です BGR の順で並んでいるため例えば赤っぽい色の飴では最後の R の値が大きくなりますまた青っぽい色の飴では最初の V の値が大きくなりますとりあえず順番が大事ですので画素値は BGR の順番で格納されていることを覚えておきましょう。そして最後に、ナムパイのアレイに関する約束ごとなのですが、画像を OpenCV で読み込むと、ナムパイのアレイに、Y、X、カラーのインデックスの順番で画素値が格納されています。こちらも OpenCV 独自の約束ごとです。例えば、こちらの Python プログラムを見ていただくとわかるのですが、OpenCV で画素値や画像の大きさを取得する場合は、まず、インポート CV2 で、 オープン CV のモジュールを読み込んで、IMG という変数に CV2.IMRead でサンプル JPEG の画像を読み込みます。IMG という変数にサンプル画像の画素値が格納されます。例えば、サンプル画像の赤枠の部分の画素値の値を知りたい場合は、YXColor の順番で値が入っていますので、このように各色の値にアクセスします。ですので、このように記述すると、各色の値を取得することができます。また、 サンプル画像のサイズを取得したい場合は、ハイとウィドスの順番でシェイプを取得する必要があります。こちらも順番に注意する必要があります。以上をまとめますと、画像処理共通の約束ごととして、原点は左上ということを覚えておきましょう。また、OpenCV 独自の約束ごととして、画素値は BGR の順番で格納されているということと、ナムパイアレイには m y x カラーの順番で格納されているということを覚えておきましょう。 慣れないと少々ややこしいのですが混乱しないようにしてください。